どうも、うずです。本日は早速パナソニックの DC-GH5 で録画をしています。ただ今回はフルハイビジョンの60フレーム撮影にしているんですけれども、 4K は利用しないで撮ります。 4K でやってもいいかなと思ったんですけど、ちょっと処理のこととか考えると少し時間をね、少しでも時間短縮したかったので、ちょっとフルハイビジョン60フレームにさせていただきました。 4K の動画はまた別の機会で必要かなと思われるところでやりたいと思います。まあ、そもそもトーク動画なので、今回もトーク動画で 4K の画質はいらないかなと思ってこういう仕様になっております。ちょっと肌寒いな、まだジンベエはね。はい、じゃあ本日のちょっとお話をやっていきたいと思います。で、本日はそのパナソニックのねカメラを動画撮影機のメインカメラとしてはいるんですが、今しましたが、もともとは私キヤノンの EOS シリーズをずっと愛用しております。今でもねこの 70D を手放すつもりはありませんので、キヤノンのカメラは残します。そんな中でちょっと自分自身を少し振り返ってみようかなと。だからちょっと視聴者の方にとってはね、ちょっと私の思い出話風になってしまうので、ちょっとどうかなっていうところあったんですが、興味がある方もいるかもしれないと思ってこんな動画になります。で、私もともとキヤノンの一眼レフカメラにハマった理由なんですが、こちらなんですけども、これが EOS のキスデジタル初代の機種なんですが、結構ホコリとかかぶってて、もう全く使ってないのが分かります。そしてこれなんでなんでしょうね。ちょっとずっと置きっぱなしにしてたからなのか、このラバーが溶けてしまって、今こんなんです。こんな感じで、あのゴムがね付着しちゃうんですよ、手に持つと。だからこれはもうなんだろう、触れちゃいけないあの機械ということで、家のクローゼットの中にしまい込まれています、現在。ただこれを購入したのが2003年か、発売した年にあのカメラの北村さんで買わせていただいて、あの本当にね、あの長いことではないんだけど3年ぐらいはお世話になったカメラかなと思ってます。で、この後に、この600万画素相当だったんですけど、このキスデジタルが、その画質だとちょっと A3 プリントした時に少しなんかちょっと解像感が弱かったかなと思って、勢いに乗って EOS20D を購入しました。で、ここにあるのが今ね EOS キスデジタル初代機と、40D、70D とあるんですが、この手どうしよう、ちょっと手洗ってきます。ということで、こういう風にカメラ今置いてあるんですけれども、20D はちょっと今手元から離れてしまってない状態になってます。で、その後 20D がちょっと調子が悪い時期があって、壊れて修理に出さなきゃいけない時があって、修理出してる間に、この 40D を追加してしまったということがありまして、で、以前動画でお話したことがあるんですが、私この 40D を購入した時に、そうですね、ここをちょっと話しておかないとね、EOS キスデジタルを初代機と 20D を買った時は、私はあのまだ彼女もいない状態で、一人で自由にいろんなとこ行って撮影とかして遊んでた時期なんですよ。一人遊び、一人遊びっていうとなんか変な感じだな。してたんですけど、その後ちょっと今の妻と付き合うようになって、結果的に結婚することになって、で、その頃はまだ 20D をメインで私使ってたんですよ。 EOS20D だけをほぼメインで、で、その時に、20D がちょっと壊れて調子が悪くなったんですよね。シャッターがちょっとうまく切れないように。で、修理に出そうかなと思って出した時にカメラが手元にないのがちょっと寂しくて、結局 EOS の 40D を購入してしまったんですね。妻に内緒で、で、それでその妻に内緒で 40D を買ってしまって、埼玉県の羽生のイオンがあのできたばかりの頃、私まだね、あの離乳食をあげなきゃいけなかった上のリアさんがまだ離乳食をあげなきゃいけない時期で、羽生のイオンに家族3人で行った時に、その授乳室みたいな、授乳室、子供になんかこうご飯を食べさせてあげたり、あのおむつを取り替えられるような部屋があるんですけど、そこで離乳食を与えてる時に、妻がふと、あ、パパと娘でちょっと写真撮ってあげるよって言って、40Dをねさって持たれちゃったんですよ。で、その時に当時の 20D と 40D ってこの液晶のモニターのサイズが全く違ったので、私が 40D に買い替えてたのをそこでバレてしまったという、もうねすごい大激怒ですよ。安いカメラじゃないですから。で、それで大激怒で、もう買い物してるところじゃねえよ、お前帰るぞみたいになって、あの無言で、もう無言で車私が運転しながら家族3人でその足利の方に帰ったんですけど、まあ悲惨でしたね。悲惨でした。というちょっと苦い思い出がすごくあるこの EOS40D なので、この 40D はちょっと本当に手放せないんですけど、未だにもう運動会とかね、娘の運動会とかでもまだ使えてるんですけど、そういう思い出がある EOS40D でございます。あの、これは名機です。あ、で、この間ちょっとお話した、
パナソニックの GH5 にこのスティックみたいなね操作のボタンがついたんですけど、それをこの 40D ってね備えてるんですよ。ここにカチカチとマルチポイントっていってこうピンをね合わせられる、ジョイスティックみたいなものがあって、これもあるのもすごい気に入っていて残しています。でその後ソニーのカメラとかねちょっと点々としたんですが、結局落ち着いたのが、2年前に購入した EOS 70D。 このカメラが動画のメイン機としてここしばらく、YouTube 動画の撮影をさせてもらってました。まあ、これからもするんですけれどもね。で先ほど言ったこのダイヤルジョイスティックみたいなものがこの機種はもうなくなってるので、そこはちょっと寂しかったんですが、まあ結果的にはねここの十字キーで操作すればいいじゃんって話になるので、まあそこまで不便ではないなと。まあキャノンさんもここがあるからやめたんかなとは思ってはいるんですけど、ただまあこう構えてる時の親指操作がね上の方がやりやすかったかなっていうところは細かいところだとあります。まあそれピンポイントの話はいいね。でこの EOS 70D なんですが、これはまあもう本当にバランスのいい機種なので60フレームのねフルハイビジョンは撮れなかったりとか 4K 動画が撮れないというちょっと動画的な欠点はあるんですけれども、まあ、オートフォーカスの優秀さとか、あとはレンズをね豊富に使えるってところはキヤノンの強みですから、この EOS 70D は、まあ、基本的にこの後も使い続けたいなと思っております。まあ、思ってるというか使い続けます。で今後ね、まあ今はこの動画撮影をメイン機とこの GH5 を用意したので、まあもう一眼カメラはもういいだろうっていうところもあるんですが、まあ、今後もしまあ数年後とかに何か写真を撮るためのカメラが欲しいなと感じたらやっぱりキヤノンを選ぶのかなというところもありまして、ただそんな中マイクロフォーサーズのカメラを用意してますから、オリンパスの方も一緒に合わせて使ってもいいかなと思ったり、そんなカメラいるか自分で言っといて今思ったんだけど、そんなカメラいらないな。普通いらないね。写真家でもないしね。ただの動画投稿者だからね。というところもありまして、キヤノンにはすごくお世話になってましたし、なってます。今でも本当ね、昔はねこう撮影によく行っていて、あのこう風景とかをねこうファイリングして撮ってたんですよ、印刷わざわざして。でもここ最近本当にファイリングなんて全くしないしね、こうわざわざね鎌倉の方行って富士山撮ったりとか、こういうのも三脚立ててやってたりして、夜景撮るのも楽しかったりして遊んでたんですけど、本当写真撮れなくなったなって感じます、最近。だからちょっとね娘たちが落ち着いたり、まあ、自分自身が落ち着いたら本当はまた写真をねスチル撮影の方をね趣味としてやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ、そういう時にいろいろカメラがもうキヤノンを中心としてまだまだお世話になりたいなと思っております。まあ、本日はちょっとこのパナソニックの GH5 でトーク動画を撮りたかったのが本当は一番なんですが、ちょっと今までお世話になり、そしてこれからもお世話になるであろうキヤノンのカメラについてのお話、私の思い出的な話をちょっとさせていただきました。まあ、こんな感じで自分の好きなことを好きなように発信している、情報系チャンネルになるのかなこれ、私の渦の YouTube チャンネルなんですけれども、こういうチャンネルを嫌いでなかったらぜひチャンネル登録の方していただいて、今後もお話のお付き合いしていただけると嬉しく思います。Twitter、Facebook、Instagram、あとたまに食べログやってますので、下の概要欄の方からそちらも見ていただけると嬉しいです。ではまた別の動画で、バイバイ。